皆さんこんにちは、アスキースマホ総研です。こんにちは。こんにちは。今日は皆様同胞でございます、はい、なんとですね、アクオスシリーズに超大型アップデートが来たんです、うん、今回のアップデートで便利機能がいっぱい増えるんですよ、うんうん、そう、今回はそんないっぱいアップデートした中から、うん、アスキースマホ総研がおすすめする10個の機能を紹介していきたいと思います、うん、スマホの機種変更を考えていたり、アクオス買おうと思っている人は絶対チェックしてくださいね。よろしくお願いします。おすすめバージョンアップその1、ロック画面の変更です。いくつかあるんですけど、まずはロック画面の時計のフォントが変えられるんです、うん、はい、それでは早速やってみましょう。まず設定をタップします、うん、その後壁紙とスタイルをタップします、うん、左上のロックにします、うん、そうするとここで左右にスワイプで、おお、かっこいいですね。変えられるわけですね、うん、かっこいい、いろいろ、はい、うん、これ色も変えれるの、もしかして。そうですね、この下の時計の色とサイズをタップします。このようにまず色、時計の色を変えられるんですね、うん、おー、これは壁紙のイメージに合わせて変えられるのいいな、うんうんうん、で、サイズ、こちらの小さいってやるとこの左上に、はい、またまたこちら動的っていうのをやると、うん、通知などに合わせて、うん、6個の時計のサイズが変わるんですね。続いてはですね、ロック画面のショートカットです、うんうん、はい、それではこちらを見てみましょう、うん、まず設定をタップします、はい、で壁紙とスタイルをタップします、うん、でロックに変更してここにあるショートカットをタップします。お、そうするとここで左下と右下にあるショートカットを変更できる上に、うん、なくすこともできます。あ、これショートカットってあると便利なんだけど、うん、誤動作でなんか勝手に動いちゃうこともありますからね。そうやりがちな、ね、引っ張ってるって人いますよね、うん、あ、時々見ます。そうやりがちなんで、これ嬉しいですよね、うんうん、続いてですね、ロック画面の通知の表示方法、これも変えられます。まずは現状のやつがこちらです。よく見るタイプですね、うん、そうですね、詳細まで見えるタイプですけれども、新しく設定できるのがこちら。スピーディーさんお願いします。はい、それではまず設定をタップします、うん、そしてディスプレイ、うんうん、ロック画面と進みます、うん、そして通知のアイコンのみ表示に、こちらをオンにしますね。お、そして、ロック画面してみましょう、うん、ご覧のように、おお、シンプル。そう、これなら推しの画像とかを壁紙にしている人もね、嬉しいですよね、うんうん、さらにですね、画面長押しでロック画面の設定変更、これもできます、うん、はい、じゃあちょっとやってみましょう、うん、まずロック画面にします、うん、はい、そしてロック画面を長押しします、はい、そうすると下にタップして変更するというボタンが出てきますので、タップするとこのように先ほど設定した画面に一発でいけるというわけですね。おすすめバージョンアップその2、アプリアイコンを好きな形に変更できるようになります。これ個人的には結構好きなんですよ、うん、そうなんですね、うん、では早速変えてみましょう、うん、まず設定から壁紙とスタイル、はい、そしてアプリアイコンの形というところを選択します、うん、はい、今回は真四角に変えてみましょうね、はい、お、このようにだいぶガラッとイメージが変わりますね、うん、結構変わりますね、うん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 、あと壁紙の種類に合わせて自分の好みうまく組み合わせるといいですね。確かに。おすすめバージョンアップその3、壁紙が自動でいい感じの写真に変更される機能です。いや、これも面白い機能なんですよ。そうなんですよ、うん、ちょっとやってみましょうね、うん、はい、まず設定からアクオストリックをタップします、うんうん、そしてこのロックホームフォトシャッフルをタップ。今ね、ここ2つともオフになってるんですけど、2つともオンにしてみましょうね、うん、はい、そしてロック画面から、おお、このように写真がホーム画面にも適用されるわけです。これね、はい、最近撮った写真の中から魅力的なカット、これが魅力的なカットかを別にして魅力的なカットをこう選んでくれるんですね、自動的に。そうですね、うん、確かに自分の顔を壁紙にする方あんまりこういう人いないですねそうですか。でもキリッとしてていい写真ですね、うんうん、おすすめバージョンアップその4、設定画面が見やすくなりました。これ結構地味なアップデートかなと思ったんですけど、うん、使ってると設定の項目探す手間が結構省けるのでいいんですよね。ちなみに左が新しいバージョンで右が古いバージョンなんですけども、設定の項目が分かれてるの見やすいですよね。これだけでも結構探す手間が省けそうですね、うんうん、
おすすめバージョンアップその5、 USB の接続設定が便利になりました。これ結構 PC とスマホをよくつなぐっていう方にはすごいおすすめの機能です。そうですね、うん、じゃあ早速やってみましょうか。はい、やってみましょうか。はい、じゃあまず、はいはい、あ、じゃあ今までの端末、はいね、どうなるかっていうのをやってみますね、はい、USB 挿すと、うん、こんな感じで設定の USB の方に行っちゃうんですね。完全に画面が切り替わるんですね。そうなんです、うん、で新しいバージョンは、はい、おお。このようにブラウザーでサイトを見てても、うんうんうん、設定画面に行かずにそのまま見れるっていう ね、うんね、はい、でここで設定ポンと押して、うんね、はい、消す。お、はい、おー、痒いところまで手が届きまくりですね、これは。そうですね、うん、おすすめバージョンアップその6、ナビゲーションボタンの配列が変更できるようになりました、うん、これで機種変更も安心です。そうですね、うん、じゃあちょっと設定から見てみましょう、うん、はい、まず設定からシステムへ行きます、はい、でジェスチャー、うん、そしてナビゲーションモードをタップして、うん、下の3ボタンナビゲーションをタップしてみますと、うん、下が、ね、戻るとホームと、はいはい、アプリケーションのボタンになるので、うん、これでもね、やっぱり戻るボタン右にあった方がいいって人もいると思うので、その人も多いですね、結構ね、そういう場合はこのように切り替えられるわけですね。 おすすめバージョンアップその7、クリップナウのやっぱやめたが可能になりました。そう、これ欲しかったの、うん、これむちゃくちゃ便利ですよね。そうですね、うん、早速じゃあやってみましょうか。はい、うん、で画面なんですけど、左側が新バージョンで右側が旧バージョンとなっております。じゃあまず旧バージョンからやってみます、はい、もうこれで長押しして指離すとスクショが、うん、そもそもこのスクショ機能本当に便利なんですもんね。そうですね、便利、うんうん、なんですけども新バージョンは、新バージョン、はい、ちょっと見てみましょう。新バージョンバツボタンが見えてるの分かりますか、ね、はい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 、はい、本当だ、やっぱやめたって時はこのバツボタンに合わせるとこのようにスクショは取られない。おお、なるほど ね、うん、じゃこれ間違えて取ろうとしたとか、うん、あ、取ろうとしたけどここやめとこうという時にこれすごく便利ですね、うん、そうですね、無駄にスクリーンショットが溜まることもなく、うん、はい、そうそう。おすすめバージョンアップその8、フローティングシャッターです。これは岡本さんの推し機能ですね。これ本当便利ですからね、うん、じゃあ見てみましょう。まずカメラを立ち上げて設定に行きます、うん、そしてフローティングシャッターをオンにします、うん、そうするとですね、シャッターボタンがもう一つ増えてるんです。二つになってる、ね、本当だ、うん、はい、じゃあちょっとこれで撮ってみましょうか。はい、はい、じゃあちょっと私と岡本さんで、うん、あ、いいな、こっち、はい、撮れた、撮れました、うん、はい、もうバッチリ、それは撮れるでしょう、それは撮れますね、うん、本当ですよね、ええ、まあ、でももう一つシャッターを切る方法があって、うん、ボリュームボタンを押すとシャッターは切れるので、うん、ちょっと撮ってみましょうか、うん、はい、このように撮れるわけですね、うん、これも便利。フローティングシャッターは本当に片手で操作するときにちょうど指の場所にこう持ってくるといいのですごく便利なんですよね、うん、おすすめバージョンアップその9、カメラは片手フリック操作で簡単に切り替えられるんです。これもカメラ機能なんですけど、むちゃくちゃ使います、うん、それではじゃあ機能を見てみましょう、うん、まずカメラを立ち上げまして、こちら今アウトカメラになってますが、うん、上下にフリックでこのようにアウトカメラとインカメラが切り替わる、はい、こちらね、もうアコースセンス8だとすでに対応してたんで私もよく使います、うんうん、で左右にフリックすると、はい、このようにモードが切り替わるんですね。ポートレートとかナイトとかね、うんうんうん、でこちら先ほどのフローティングシャッターと合わせると非常に便利に撮れますね、うん、おすすめバージョンアップその10、最新のセキュリティとプライバシーに対応、まあ、やっぱり安心して長く使えるのは嬉しいですよね、うん、そうそう、大事ですね、うん、ちょっとではこちらのセキュリティ機能を見てみましょう、はいはい、こちらセキュリティとプライバシーをタップします。はい、どうなってますか。なんか黄色くなってます。デバイスが危機にさらされていると。大変大変だ、大変です、うん、でその原因はね、ここにロックを設定とありますので、はい、何も設定してなかった、何も設定してなかったので大変です。はい、ではちょっとパターンで、うん、はい、難しそうなこうロック画面を、お、いいですね、行きましょう、うん、はい、で覚えてます、覚えてますよ、はいはい、で完了、そうするとこのように
青くなったわけですね。問題ありません。いつでも使う機会だからこそ安心して安全に使いたいから、うん、こういうふうにアドバイスしてくれるの嬉しいですね、うん、以上がアクオスの注目大型アップデート10個でした、うん、スピリーさんいかがでしたか。そうですね、個人的にはロックフォトシャッフルの機能がお気に入りですね、うん、その他にもたくさん便利な機能が、うん、あのアップデートされてますので、うん、ますます使いやすくなったかなと思います、うん、私はねこちらのアクオスセンス8のユーザーなんですよ。そうですね、もうすでに3ヶ月ぐらいメイン端末として使ってるんですけど、うん、このアクオスセンス8のなんでこれ選んだかという部分についても記事にしてますんで、ぜひ見てくださいね。なんであのまだアクオス触ったことないよとかっていう方、まだまだ今日ご紹介した機能以外にも便利機能むちゃくちゃたくさんあるので、ぜひ店頭だったりとかで触ってみてはいかがでしょうか。ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。本日ご紹介したアクオスアップデートはご覧の機種で順次提供されます。詳細は以下の QR コードからご確認ください。